興味はあるんだけど、前みたいなことが起きたら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。だからその話はやめようよ、つづみ。もうなんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね、だけど本当に嫌なの。まあいいわ、他ならぬアキちゃんの頼みだし、そこまで言うならこの話はこれでおしまい。けどそれはするとして、うん、やっぱりこれは君が持ってた方がいいよ。何が起こるか観察してみたいし。まあ噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。進むくんならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さて、それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。神岡くん、ちょっと相談があるんだけど、今いいかな。写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って、ね、お願い。
飲むなら入れてあげるよ。勘繰りすぎと言いたいところだけど、あたり。用事があって帰らなければいけないの。さっき頼んだ焼き増し、私付き合えないんだけど、明日までにお願いできるかな。ありがとう。それじゃあお任せしちゃっていいわね。
そうです。はい。神岡さん、図書委員なんですか？図鑑で何を調べるのですか？神岡さん、何か知っているんですか？わかりました。調べることがあるんですよね？